はい、皆さんお疲れ様です。タカチャンネルのタカです。はい、本日もですね、素敵なガジェットを、ご紹介したいと思います。僕のチャンネルでは、ちょっと新しいガジェットやリュックなどクラウドファンディングを中心にご紹介させていただいているチャンネルになっております。このように再生リストをまとめさせていただいておりますので、ぜひですねチャンネル登録よろしくお願いいたします。はい、今回ですけども、クラウドファンディング製品ではございません。僕が普段からお世話になっているエルガト、まあ、いわゆるコルセアさんとかですね、そこの会社からですね新たに、ちょっとね新製品が開発されて、まあ、ちょっとねもう発売してから少し、時間は経ってるんですけど、レビューの機会をいただけるというところなので、ちょっと今回はそれら2つをですねご紹介したいと思います。はい、まず1つ目なんですけど、ストリームデック、マーク2というものと、あとはボイスカムというですね、いわゆる、ウェブカメラ、この2つをですねご紹介したいと思います。これら2つはですね、配信作業を、効率化する、エルガトから出ている、最新機種になっていて、まあ効率化っていうところと、あと高品質レンズ搭載のウェブカメラなので、まあ、その映像美っていうところを体験できるための非常にね優秀な製品になっています。はい、でまずは今回ねこの、動画多分長くなります。はい、っていうのが、まあ、二つを一つの動画にすると、必然的に長くなるんですけども、どちらもですね、僕結構好きなデバイスなんですよ。で、ストリームデックっていうやつは、こちらね、マーク2っていうだけあって、マーク1も存在しています。で、マーク1は今現在ですね、僕の机に、存在していまして、こんな感じで、設置しています。はい。まあ、いわゆるですね、よく使うアプリのショートカットや、ショートカットキーなどを、登録したりしておくことでですね、ボタンを押すだけで呼び出すことができる結構便利な、配信機材、まあ編集機材とも呼べるかな、まあそういった機材になっています。ボタンにマルチアクションという設定を行うと、まあ何々して何々するとか、そういうような結構詳しいマクロ設定みたいな感じのこともできるような結構ね、素晴らしい機材になっているんですけど、そちらはねマーク2で、まあいろいろ外観とかが進化したっていうところなんですが、そちらをねまずご紹介したいなと思っています。はい、まあいちいちねこうマウスとかでまあアプリケーションの操作したりとかが、ショートカットアイコンを、クリックしなくてもいいっていうところは結構ね僕としてはこれ毎日重宝している製品なので、ぜひですね、皆さんも最後まで見ていただいてですね、買おうかどうか迷っている方、1と2どちらがいいかなと思っている方いらっしゃったらですね、この動画、参考にしていただければ幸いです。はい、まずストリームデックなんですけど、こんな感じになっていて、外観としてちょっといろいろ変わっているっていう感じです。まあもう見ただけでですね、ここのスタンド部分がちょっと若干変わってるなというのを僕はね、持っているのでわかるんですが、早速ね、ちょっと中の方もね、開けていきたいと思います。はい。はい、中としては、こんな感じになっていて、今回ご提供いただいたのは LCD ボタンが15個搭載された、まあ通常モデルになっています。で、こちらは2021年の7月の19日に発売されたモデルで、まあ、ストリームデックマーク2という、新モデルです。で、デザイン面のモデルチェンジ版っていう形で、まあ、ちょっともう抜いていいかな、これ。多分大丈夫だろう。本当はね、ライトとか制御してるから、あんま抜いたら良くないのかもしれないんですが、マーク1と比べるとこういう感じになっています。はい。で、見た目はね、まあ、パッと見この状態だと分かんないかもしれないですけど、結構ね、なんか外観が進化しているみたいで、スタンドが固定式に変わったりとか、その他の変更点で取り外し可能な、まあ、ケーブルとか、そういう形にもなっているっていうところが、まあ、変わったところです。で、ストリームデックマーク2は、海外向け価格としては $149.99 で、まあ、約17,000円。で、結構リーズナブルな価格帯になっています。で、今、アマゾンの価格としてはこんな感じになっていて、まあ、そうですね。結構、買いやすい値段かなと思います。で、パッと取り出すとですね、結構外観が変わったなっていうのが分かっていただけるかなと思いまして、これ、ストリームデック、マーク1の方は、付属品でね、こういうね、スタンドが付いていたんですよ。で、これね、僕ね、すごい使いやすいデバイスなんだけど、唯一の欠点が、このね、スタンドの固定感が、まあ、普通に置いて使う分には問題ないんだけど、こう角度調整が、こうなんかこうチョボでガチってハマってるわけじゃないから、ちょっとこれを前に引き出そうとしたらこう
こんな感じになったりとかするんですよね。これが非常に僕の中でちょっとストレスになっていた点ではあったんですけども、今回のこのマーク2からはですね、このスタンドの部分がこういう風に分厚く固定式になったんですよ。で、この固定式って言ってもじゃあ外せないのかよっていう風に思ったらそうではなくて、ちゃんとこう外せる形にはなっていて、まあでもこう角度調整が一つにまとまったっていうところでは、結構僕としてはこれ、強い、変化ポイントだなっていう風に思っています。で、その他にまあ付属品としてはですね、こちらなんですが、ケーブル類がまあいろいろついていまして、まあ例えばこういうタイプ C のケーブルがついていたりとか、まああとはね、こういうね、各種マニュアル類がこうついていたりとか、そういった感じになっています。まあその他はね、ついていないって感じです。結構ね、付属品はやっぱ L 型製品って結構シンプルなことが多いんですが、まあこれもそのしかりという形で、結構シンプルな、まあ付属品セットにはなっています。で、じゃあそうは言っても、じゃあこれ外観変わったのは分かりましたと、じゃあストリームデック自体私持ってないからそもそも使い方が分かんないんですよ、どういう風に使うのかっていう風に言われる方いらっしゃると思うので、ちょっとじゃあ早速ですね、使っていきたいと思うんですけど、僕のストリームデックなんですが、使い方としてはファイナルカットプロの、まあいわゆるですね、編集ボタンの割り当てとか、まああとはですね、キーライトエアっていうのを、まあ僕のこの動画でご紹介したように使っているんですけども、それらを制御したりとか、あとは YouTube の画面を呼び出すために使ったりとか、そういう時に使っています。はい。で、使い方は非常にシンプルで、まあこの2の場合はですね、ここにケーブルをつけてですね、中に通してあげる。で、通してあげたら、ここの、ストリームデックのこの端の部分、ここの部分に、ケーブルをこういう感じでつけてあげる。で、つけてあげたら、もうあとはこのケーブルをここに入れて、で、こういう感じにする。で、この下の部分を、取ってあげて、ペローンとしたら、ここゴムラバーがつくので、あとはデスクに固定してあげる。ただそれだけです。で、固定してあげたら、この片方のケーブルをこっちの、パソコンにつないであげて、もうこれでね、自動的にストリームデック自体がですね、繋がる形になります。で、ストリームデック1を持ってる方だったら、ストリームデック1の、ここのプロファイルっていうのを、ストリームデック2に丸々コピーすることができまして、僕はね、こういう感じでね、使ってるんですよ。はい。こういう感じで上からですね、まあいわゆるキーライトの電源オンオフとか、あとはキーライトの色温度を変えるようにしたりとか、まあはたまた、それ以外では YouTube スタジオ、あとは Amazon のサイトを呼び出したりとか、そういう風に使ってます。で、これファイナルカットを、開くと自動的にファイナルカットのモードになるように僕は、プロファイルを組んでいまして、今これ画面変わってますよね。これファイナルカットのそれぞれの、まあいわゆるですね、編集用のボタンを割り振っていまして、まあ、例えばですね、エディットとかであれば、これエディットを押すと、こういう風にね、それぞれエディットで何がしたいかとか、そういうのも、組むことができます。で、あとは、例えば、そうだな、ウィンドウとか開くと、ウィンドウもね、こういう感じでね、ボタンの、割り振りをしていて、まあそれぞれですね、したいことをマウスを使わずに呼び出すことができるっていうところでは、こう手元操作ができるっていうのはかなり僕の中では優秀な、形になっています。はい。で、実際こうなると、結構ですね、やっぱりこう操作性もしやすいなって思っていて、2の方が、やっぱりこう、角度が一定に決まっているっていうところと、まあ正直角度って一定ポジション以外使わないんですよね。で、このストリームデック2に関してはゴールデンポジション使ってるなって感じがするので、非常に使いやすいなと感じがしています。はい。見やすいですね。はい。で、下もゴムラバーが結構しっかりしているので、こう今力を入れてるんですけど、全然ね、こう動かないっていうところでは、結構僕これ使いやすいなって感じがしました。1の場合どうだったのっていうとですね、1はここにゴム足がついていたんですけど、こうね、例えば固定してあげるじゃないですか。で、固定してあげてこうやったら、まあ、やっぱりね、ちょっと動くんですよ。ゴムラバーが薄いので。で、動くのと、あとこれをね、こうやると、ちょっとこう動いてきて、まあ、最終、挙句の果てにこう角度がジャンって変わったりとかして、結構めんどくさかったんですが、それがなくなったっていうだけでもかなり僕としては嬉しいところですね。で、一応、ストリームデックの、まあ、この、ボタン設定のところとかも、今回ご紹介は、軽くさせていただこうかなと思うんですけど、まず、ストリームデックの、これが、ソフトを開いた、状
態です。今僕のこのストリームデックの、中身のここの部分ですね、ここの部分がここに今映っていまして、まあいわゆるですね、ここのサイドの部分から、ゲームキャプチャーとか、OBS スタジオ、あとはツイッターサウンドボードシステム、ツイッチスタジオコントロールセンターとか IQ とか、そういったものの中からしたいこと、やりたいことをこっちにドラッグするだけで、もうこれは割り振りが可能になります。例えば、そうですね、システムで、ウェブサイト開きたいよってなった場合、ウェブサイトをここに送ってあげる。そうするとこういう感じでね、まあタイトルと URL が来ます。なのでタイトルのところに自分が開きたいタイトルで、 URL のところに、その開きたい URL をコピーしてリクエスト貼り付けてあげるだけで、ここにもうショートカットキーが、存在するといった形です。で、ショートカットキーが作れましたら、このプラスボタンを押してあげると、ストリームデックのライブラリーが開く形になります。で、開いたら、まあ、こういう感じでですね、まあ、いろんなアイコンが出てくるので、その、アイコンに、そのサイトにあったアイコンをね、選んであげる。もしくは、もうここにないですっていう場合はですね、自分でアイコンを作ったりとかもできるので、それで作って、当てはめてあげる、そういうこともできるので結構いいと思います。で、あとはこの左下のショッピングバッグを押してあげると、こういう感じでね、アイコンショップっていうのができる、ついてくるんですよ。で、このアイコンショップも基本的にはただ無料なので、ご自身が使いたいアイコンとかを、まあ、ここにダウンロードしてあげることで使ったりとかもできます。で、まあそうですね、アフターエフェクトとか、あとは、ダヴィンチリゾルブもありますし、プレミアプロとかそういったものもアイコンがあるので、基本的には使いやすいかなと思います。僕はファイナルカットプロのアイコンはこれを使って、組んでいます。はい。まあその他にですね、まあそうですね、一般とか押し上げると、まあネオングリッドとか、NVIDIA、アイコンとかそういうのもあるので、例えばネオングリッドを開いてあげると、こういう感じでね、ネオンっぽい感じの、サイバーパンクっぽい感じのものができたりとか、あとはジェネラルのね、レギオンとか開いてあげると、こういう感じでね、まあいろんなね、やつが出てくるとか、そういう感じのね、まあものです。はい、結構これはこれで面白いので、ぜひ使っていただければなと思います。はい。で、まあ基本的に、マーク1とマーク2どっち買えばいいのっていう風に、言われてるか、思われてる方いらっしゃると思うので、ちょっとここご紹介させていただくと、個人的に触ってみた感じ、1より2の方が圧倒的にこうストレスっていうのは少ないかなというふうに思います。ただ機能性としてはどちらも一緒にはなっているので、値段が安いのがいいっていう方は1を買っていただくのもいいと思います。で、値段が高くてもいい、多少は、そのストレスをなくしたいって人は2をお勧めします。あとは2より1の方がこの、いわゆるですね、低さっていうところでも結構低いところまで行くんですよね。なのでこういうところはいいなって思うので、ここら辺を、まあ重視される方はですね、2より1をご購入いただくのがいいかなと思います。はい。僕はあまりこう低いのより高いのを、結構使う方が多いので、そういう意味では、1より2の方がいいなっていう風に感じがしました。まあでも機能性はね変わらないので、どちら使っていただいても編集作業とか、まあいわゆる配信作業においてですね、弊害が起きるってことはございません。はい。で、続いてなんですけど、これが一番僕の中で試したかったものなんですが、こちらのね、フェイスカムという商品です。はい。で、このフェイスカブという商品なんですけど、この商品はすごいんですよ、本当に。何がすごいかっていうとですね、このフェイスカムは基本性能として 1080p の、まあ 60fps で撮れるウェブカメラになっているんですが、それだけじゃなくて、ロー撮影ができるんですよね。で、ロー撮影ができるっていうところと、あとウェブカメラとしてはナンバーワンだなって思うところがあって、ソニー製の、これね、スタビラスセンサーっていうのを使っていまして、高品質レンズも採用しているので、結構ね、ウェブカメラとしてはね、最高品質なんじゃないかなっていう風に言われていたんですよ。なので、カメラ好きな僕からしたらですね、これ非常にね、試してみたいなと思っていて、僕今これ、新しい MacBook Pro を使って撮影はしているんですが、新しい MacBook Pro のインカメも確かに前作
よりはかなり綺麗になりました。でもやっぱりね、ノイズが気になるっていうところでは、ノイズをね、どれぐらい減らせんのっていうところではね、結構ね、中ではワクワクしてます。今回は、まあちょっとまずスペックとか、動向物紹介した後ですね、このフェイスカムの性能と、あとは、僕が以前ですね、クラウドファンディング製品でご紹介させていただいたこの 4K のウェブカメラ、このライト付きのね、はい、これと、あとはこの MacBook Pro の、インカメラで、どれが一番画質綺麗かなとかいうのを、ご紹介させていただければなと思います。まずスペックをご紹介させていただきたいんですけども、こちらなんですが、こちらのフェイスカムに関しましては、スペックは、1080p の 60fps が、対応解像度としてあります。その他に 1080p の 30fps とか 720p の 60fps、 720p の 30fps、 540p の 60fps、 540p の 30fps っていうところが、解像度として、対応しています。で、光学としては L 型の、プライムレンズっていう形を使っていまして、こちらガラス製ですね。それがここに内蔵されているといったところです。で、これ収束範囲としては30から120センチで、絞りがこれ驚きなんです。すごくないって思うのが、この今僕が使ってるレンズ F2.4 なんですけど、このレンズも F2.4 っていうところで、ウェブカメラの中ではかなりね、この明るさが明るいんですよね。うん、これ結構僕らあのカメラ好きとしてはね、 F2.4 の絞りなんだっていうところでちょっと驚きでした。はい。でさらに焦点距離が 24mm なんで、まあフルサイズに同等っていうところではかなり綺麗な画質が、得られるなっていうところと、あと画角が結構広くて82度なんですよ。なのでかなり広い、対角線上で、撮影ができるなっていうところと、あとセンサーがこれソニーのセンサー使ってるんですよ。スタービス、CMOS センサーってやつなのかな。なのでこれはまたねすごいなって思っているところでワクワクしています。で接続方法は USB 3.0、 またはそれ以上の Type-C っていう形になっているので、まあ僕が普段使ってるブラックマジックとかとが併用できないのがちょっと残念なところではあるんですが、それでもですね、まあウェブ会議とか、あとはですね、まあ、あの、MacBook Pro の上に置いてカメラ撮影をする場合とかは、結構これ、重宝するんじゃないかなって思っています。で、サイズは、このサイズで、80×、ワイド80の H48 の D58 で、マウント部分とかは含まない形です。で、重さは 103g と非常に軽いかなっていうところですね。はい。で、同梱物は、これからご紹介させていただくんですけども、同梱物としては、まずですね、こういう、サッシが一つっていうところと、まあ、これが説明書ですね。あとは、このウェブカメラの本体が1個と、あとはケーブル類っていう感じで非常にシンプルです。はい。で、ケーブルとしてはこの、Type-C の、USB 3.0 が1個って感じですかね。はい。で、ウェブカムとしてはこんな感じになっていて、下に、こういう感じのマウントがついていて、このマウントは取り外しが可能で、これ外したらですね、結構嬉しいのが、こう4分の1ネジが、対応しているので、三脚とか、そういったものにも付けれるっていうところでは結構安定性を高められる製品になっています。それこそね、以前ご紹介したような、まあ、ウランジのね、三脚とか、ああいったものにも使えるので、結構そこら辺はいいですね。はい。で、下のマウント部分に関しましては、こういう感じになっていて、モニターの上にこう乗っけれるような、仕組みになっています。はい。まあ、かけるっていうのが正しい言い方かな。うん。で、その他で言うと、まあ、あとはこういうレンズキャップが、こう物理的になっているので、万が一ね、会議する前とかで、なんかこう、映したくないとかそういう時もですね、これであれば、万が一映ってしまうとかそういうことがないので結構いいと思います。はい。で以前僕がご紹介した 4K のウェブカメと比べてみると、サイズ感としては若干大きいなっていうところ、うん、まあそこは仕方がないかなと思いますね。はい。まあでもそうは言っても、こっちは 2.0 の、まあ、あのいわゆる USB ケーブルだったのに対して、こっちは、3.0 の Type-C なので、ここら辺はね、まあ、あのケーブルをいろんなの、持たなくていいってところはいいですし、なおかつこう、電力消費ってところもこっちの方がいいかなと思うので、効率的には結構いいかなと思います。はい。
じゃあ早速ですね、こちらセットアップをしてみたいなと思うんですけど、セットアップ非常に簡単で、まあ正直なところ言ってこれ説明するほどでもないんですけど、こういう感じの、まあ、図になっていて、フェイスカムを PC につなげるだけになっています。でそれだけでですね、こちらなんですが、もう自動認識する形になっていて、ちょっとつなげてみますね。はい、今つなげてみました。MacBook Pro の上につけたので、ちょっと若干ね安定性はあれなんですが、こういう風にケーブルでつなげたら、使えるって感じです。もうこれで、基本的には使えます。で、あとはこういうフェイスタイムを、使っていただいてですね、こうカメラ設定のビデオっていうところで、L 型のフェイスカムを、選択してあげるだけで、こちら L 型のカメラが、つながります。はい、ちょっとね角度こっちになってるんですけど、どうすかね、結構綺麗かなっていう風なのが疑えると思います。はーい、どうですか。はい、で、実際 MacBook Pro のカメラとちょっと比較してみるとですね、結構違いがありまして、まあ、MacBook Pro にこれ今、切り替えるとですね、MacBook Pro のカメラは、こういう感じになっています。はい、こういう感じで、まあ、全然ね汚くはないんですけど、まあそれでもですね、先ほどの、L 型のカメラと比べると、まあ結構一目瞭然で、やっぱこうセンサーがいいだけあってですね、かなりこう綺麗かなっていうのが伺えます。はい、で角度調整も結構しやすいので、これはいいかなと思いますね。ただこうヘッドの部分が結構ねでかいので、大きいモニターにはいいかもしれないですけど、こういう薄いモニターだとちょっと若干設置がしにくいかなってところ。うん、で、一応ねこう、通電しているかどうかというのもこの部分でライトでわかるようになっているので、これは結構ねいいポイントかなっていう風に思います。早速これ暗所性能ってところを確かめたいなと思うので、MacBook Pro の内蔵カメラと 4K ウェブカメラ、あとはですね、あのフェイスカム、この本製品ですね、こちらを使ってですね、暗所性能っていうところを、比較できればなと思います。はい、それでは早速ですね、ちょっとライトいろいろ消していきます。まずはですね、こちらのフェイスタイムカメラを使って撮影をしています。やっぱりこう今真っ暗な状態で使ってるんですけど、まあ、それでもですね、昔のカメラに比べるとだいぶ暗所性能は上がったとは思うんですが、それでもですね、やっぱりこうなんていうんですか、ノイズが若干、走っているかなっていうような印象です。はい、こんな感じです。でスカムに移りたいと思います。はい、今フェイスカムに、切り替えました。どうですかね、結構、やっぱりこう明るいなっていう印象ですね。同じ環境下でもやっぱりこうライト当たってんのかなっていうぐらいこう明るいので、 F2.8 っていうのはかなりこうでかいかなって思います。はい、これは結構素晴らしいなと思いますね。でこれはカメラハブというフェイスカムの、まあ、いわゆるですね、設定アプリがあるので、それを使うことでもっとこう明るさを絞ったりとか、まあ、こうホワイトバランスを、制御したりとかもできるんですけども、今ノーマルの状態でこれだけ差があるっていうのはかなり素晴らしいなと思います。でそのカメラハブを使うことでですね、ノイズ削減とかそういうのもできるので、それを使うとね、さらにこうノイズも削減できると思うので、そういう意味でもこれ結構素晴らしいっていうところですね。はい、続いて 4K カメラの映像に移りたいと思います。はい、これが 4K カメラで撮影した形です。これもウェブカメラなんですけど、同じ条件下で映しています。はい、結構ね明るい気は明るいんですけど、やっぱりこうヌルヌル感が全然ないですね。もう全然残像でこれじゃ使えないなって感じがするので、やっぱウェブカメラの質的にはフェイスカム結構強いなって感じがしますね。ほら、もうなんか、あれでしょ、マトリックスのなんかこう、残像感みたいな感じになってるでしょ。うん、なので、これはあんま使えないかなって感じですね。ただ、明るさとしてはレンズ等々として結構いいです。あとは、まあ、静止画っていうところでは結構ね、綺麗に映っているので、これはいいなって感じがしています。はい。はい、さらにはですね、今こちらなんですけど、カメラハブというですね、このフェイスカムを今ここに取り付けてるんですが、そのフェイスカムをですね、制御するための、まあ、いわゆる、ソフトがございます。でそもそも結構ね画期的で、まあいわゆる何ができるのっていうとですね、画角とか、コントラスト、あとはサイド、シャープネスの調整とか、あとは露出、ホワイトバランス、ノイズ除去、あと反転の有無とか、プレビューのスナップショットとか、そういったものがね、使える形になっています。で、まず上からなんですけど、これインプットっていうのは今何が繋がってるよっていうのを、まあ指し示すものです。で、このズームってやつが、まあいわゆるズームができる形で、今 83.2 1倍なんです。
ですけど、これをですね、ぐーっとやると、こう、まあ、汚いおっさんの顔がズームされるっていうような形になっています。はい。ね、まあ、個人的に僕はですね、この 83.2 度っていうのが結構使いやすい画角かなと思っていて、まあ、24.4 っていう形で4倍まで拡大縮小ができるっていう形です。まあ、数値を下げれば下げるほどですね、まあ、ズームするほどこう解像度がやっぱりこう下がるので、あんまり良くはないんですけど、一番いい、映像美で言うと、やっぱりこれぐらいかなっていう形ですね。はい。やっぱ 1.3 倍くらいの画質が一番許容できるかなっていうところで、それ以上にしてしまうと、やっぱりこう、粗さがこう、滲み出るなっていう感じが僕の中でしています。その下が、ピクチャーってやつですね。これが、まあ、いわゆるコントラストとか、シャープネスとか、そこら辺のところを調整する形になっていて、まあ、シャープネスは、画質の、くっきり感を調節するって形です。これを上げれば上げるほど、影とかね、そういうところが黒くなります。で、これを、薄くすれば薄くするほど、まあ、こう、柔らかい印象の絵が出来上がるといった感じですね。まあ、これもね、特にこだわりがなければ、真ん中ぐらいがいいかなと思いますね。で、コントラストは上げれば上げるほど、こう、濃いくなり、ここら辺を下げると薄くなるといった感じです。もし例えばなんですけど、まあ、あんまこれで撮る人いないと思うんですけど、Vlog 撮影みたいなしたかったら、もう全部ね、これ一番下まで下げてやるとかにして、まあ、ちょっと、ストレーションだけね、これぐらいにしてあげると、まあ、S ログっぽい、感じの絵が出来上がったりとかしますね。まあ、でもそうじゃなくて、会議とかゲームとか、そういった用途に使うとかであれば、まあ、基本的には全て真ん中で、問題ないかなといったところです。で、その次が、この画質の肝となる設定の部分になっていて、露出っていうところですね。で、露出っていうところはこの、感じになっていて、基本的にはオートマチックっていう形でオートになっています。で、このオートを外すとですね、下の、シャッタースピードとか ISO が変更できる形になっていて、まあ、このシャッタースピード ISO はですね、一眼レフとかそういったものを使ってらっしゃる方だったらわかると思うんですけど、もし知らない、よくわかんないなって人は基本的にオートをしていただくのが一番綺麗に映ると思います。で、この、シャッタースピードって何なのっていう風に言われる方もいらっしゃると思うので、ちょっとまずご説明させていただくとですね、シャッタースピードっていうのは文字通りシャッターの速度を示す、値になっています。で、1000分の1秒とか64分の1とかそういった形で、表すことができまして、目で例えると、例えばね、瞬きとか、する、速度に関係します。1000分の1とかになるとシャッタースピードが速いとこういう感じで、シャッタースピードが遅いとこういう感じです。はい。で、速いと遅いとで何がどう違うのかっていうところで皆さん気になると思うんですけど、いわゆるですね、シャッタースピードが遅いとゆっくり瞬きすることになるので、光を多く取り込む形になります。で、シャッタースピードが速いとですね、逆にその、逆で、光を、あんまり、通さないので暗い画角に画質になりがちです。で、多く光を取り入れればじゃあいいじゃないかというふうに思うと思うんですけど、そうするとですね、逆に、素早い動きに対応できないので、こうブレブレの、ちょっとね、今これも、起きてるんですけど、若干こう、残像みたいなのが残りますよね。こういう感じになります。なので、例えば、これシャッタースピード今64分の1とかになってるのかな。オートだとどれぐらいなんだろうな。これぐらい、これもちょっとまだなるな。でもだからといって8分の1にするとちょっときついよねって感じで、64分の1ぐらいがちょうどいいのかな。うん、これぐらいにするとちょっと残像が減って綺麗になりますね。で、ISO っていうのが、まあ、いわゆるですね、まあ、ISO 感度とか ISO 感度っていう形でカメラ用語では言われるんですけど、数値が今100ってなってると思うんですけど、100だと、まあ、明るいっていう形ですね。数値が低いとこういう感じで、数値が高いとこういう感じになります。まあ、こういう感じで自分でこうカメラのことをちょっと少し分かるよっていう人は、自分で設定してあげるとベストな、まあ、いわゆる残像が少ない形の、ウェブカメラとして使っていただくことが可能になっています。まあ、あとは USB の、まあ、挿すところのポートの、反応速度とかによってもこういうね、残像っていうのは結構変わってくると思うので、あれだと思うんですけど、まあ、こういう感じでね、ご自身で変えれるっていうところが結構面白いミソのポイントですね。で、続いてのところが、ホワイトバランスっていうものなんですけど、このホワイトバランスはその名の通りですね、画面の白くするためのバランスを示しているものです。で、自動にすれば、まあ、基本的にこう自動で、ホワイトバランスを調整してくれるんですけど、まあ、基本的には、まあ、オートでこれも問題ないかなと思っていて、逆に自分の好みの、色合いを出したい場合とかはですね、自動オフにして色をオン
度を自由に調整するのがいいと思います。で、大体ですね 2800K からこれ 12500K までですね、調整可能な、ウェブカメラになっていて、まあ色温度を示す値はこの K ってやつでケルビンっていう風に読むんですけど、この数値が低ければ青みがかかって、数値が高ければ温かみのあるちょっと柔らかい感じの色になるっていうような感じですね。はい。で、その次がですね、プロセッシングっていうところで、ノイズリダクションとか、アンチフィッカーっていうやつがあるんだけど、まあこれはですね、まあいわゆる微妙なノイズをカットしてくれるって形です。今、オフの状態なんですけど、まあこれでもね、あんまりノイズが乗ってないんですが、これにオンにしてあげれば、ノイズがさらに減るっていう感じです。まあこれは 50-60Hz だけになっているので、まあそこまで細かく設定はできないんですけども、多少ね、ノイズ気になりますよっていう方はですね、これ設定してあげるとより綺麗な、映像美で、皆さんにご届けできるかなと思います。で、これなんですけど、今設定したものをですね、フェイスカム本体に、保存が可能でして、このカメラハブの画面左上にある保存ってやつがあるんですよ。このセーブってやつね、これを一回押してあげるだけで、もうこの設定がカメラハブ自体に、このカメラのフェイスカム自体にですね、保存されるので、他のパソコンとか他のデバイスに移った時も再度設定する必要性がないっていうところでは、結構これ素晴らしいなっていう風に感じています。はい。それでは最後まとめに入りたいと思います。いきましょう、レッツゴー。はい、皆さんいかがだったでしょうか。今回はですね、エルガトさんから、ご提供いただいた、ストリームデックマーク2と、あとフェイスカム、こちらをね、ご紹介させていただきました。正直どちらも気になっていたデバイスになっていて、実際触ってみてですね、やっぱいいな、やっぱこれ惚れ惚れするなっていうようなデバイスでした。で、まあ、それぞれね、いいとこ悪いとこはあったんですけど、中でも、このストリームデックマーク2に関しては、本当にいいことしかなかったです。マーク1を使っていた時のストレスっていうのがマーク2で全部なくなったので、これは本当に素晴らしいなって思いました。で、あとは、今回ね、もう一個ご提供いただいたのはこのフェイスカムなんですけど、僕が今まで使ったどのウェブカメラよりも圧倒的に綺麗でした。うん。1080p の、60fps しか出ないっていうところでは、4K カメラとかそういったところにこだわりがある人はちょっと残念なところではあるかもしれませんが、それでもですね、正直なところを言うと、ウェブカメラとしては最高峰の画質だと僕は思います。はい。 MacBook Pro 新しいやつも確かにウェブカメラは向上していました。ただし暗所性能はいまいちです。なので、もしですね、暗所の強いウェブカメラが欲しい、どんな環境下でも使えるようなウェブカメラでゲーム配信がしたいという方がいらっしゃいましたら、ぜひですね、こちらのフェイスカム、ご購入いただければなと思います。こちら2つに関しましては僕の概要欄から買えるようにしておきますので、ぜひそちらから購入ください。その他何か分かんないこととかですね、これやってみてほしいってことがありましたら、ぜひ、僕のコメント欄の方にですね、コメントいただければなと思います。それでは次回の動画でお会いしましょう。じゃあの